ワンクール三本。それは、希望か、呪いか。ということで、魔法科高校の劣等生3期が、2024年春アニメに決定してしまいました。というのも、魔法科高校の劣等生3期は、ま、8ビットが案件受け持ってるんですけど、ま、ここ2024年春に、テンスラ3期連続2クールと、ゆるキャン3期一応新規の仕事で預かってて、まあ、さらに今期冬だとシンデュアリティっていうロボアニメもやってて、で、テンスラはまあ連続2クールって言ってるから、まあ、ともかく予想通りの結構国士無双に入っちゃってるパターンだと思うんですよね。うん。まあ、8ビットは再放送の流れ的に、まあ、今1期の再放送やってるんですけど、まあ、2クール目だから、まあ、春に来るかなって思ってたんですよ。しかし、ワンクールに3本って言うと、まあ、プロジェクトナンバーナインくんやシルバーリンクどころか、クローバーワークスでもこれやって3本当てたことってないですからね。まあ、俺は東京24区そんな嫌いじゃないけど、ただ嫌なジンクスっていうのは間違いなくあるから、まあ、単純にリソースの問題とかもありますからね。あと、テンスラと劣等生はともかく、ゆるキャに関しては制作変わったこともあって、まあ、結構初めてキララアニメやるってこともあって、まあ、そこら辺で、まあ、雑な仕事はやりにくいからどうなるのかなって不安はあるんですが、ただ、劣等生ね、春に来て良い部分もあって、というのもこの作品、今は引き上げられてるけど、魔法科高校の劣等生って小説家になろう最初期の書籍化最初の頃の作品なんですよ。そう。劣等生もなろうアニメなんですよ、一応。それで最近の動画で結構言ってるんですけど、なろうって2004年の4月2日に、まあ一応最初に生まれたという状況なので、まあ今年の春アニメは、まあ実質、なろう20周年になるんですよね。まあ無色転生、このスバ、テンスラが春アニメに揃ってるのは、まあそこら辺なろう20周年をお祝いする気なのかなっていうのもあるし、ログホライズンは無理でも、まあお兄様と、みゆきには来てほしいなって思ってたから、なろう20周年っていう意味では、リムルとお兄様が並び立ってるのはめちゃくちゃ熱い光景なんですよね。まあ、8ビット自体はやっぱ体力がある会社だと思ってるから、なんとか切り抜けて、まあ、ゆるキャンも預かれて、お兄様&リムル最強タッグで切り抜けてくれることを祈ります。さすが